フィナーレの追い山まで4日と迫りました、ね、博多祇園山笠、うん、今日は早朝から博多の街に力強い掛け声が響き渡りました。来ましたね。静かな街に響き渡るおいっさおいっさの掛け声。各流れの舁き山笠が早朝の街を疾走する朝山です。朝山は流れによっては祝儀山とも呼ばれ、長年の功労者や子どもたちが大上がりする特別な一日でもあります。7つある流れがそれぞれのエリアで山を掻き、清い水を浴びながら疾走しました。まあ、本当に4年ぶりの通常の開催になりますので、さらに身を引き締めてやっていきたいと思います。博多の街に元気を届けられるように。明日はフィナーレのリハーサルにあたる追い山鳴らしが行われます。